幸子のチキンでいいとも。イエイイエイ、どうもどうも。はい、ポンポン言ってるなんか。はい、本田幸子のチキンでいいともは道玄坂カフェ道玄坂 TV から友達の輪をつなげ、カフェのお客様視聴者をつなげるため道玄坂カフェの通常営業中にお送りしております。斜め前の声、時田光です。よろしくお願いします。斜め前、はい、お願いしま す, します、はい、今日はどんな可愛いお姉ちゃんが来るんですか。そうなんですよね、今日もね、すごい可愛い。前回のゲストもすごい可愛い JK だったんですけど、今日もすごい可愛いですよ。期待してください。はい、まあ、僕は幸子ちゃんがいればそれでいいんだけど。ああ、本当ですか。すごい初耳なんですけど、多分嘘だと思います。じゃあ、はい、呼んでみましょう、はい、今日のゲストの中川アナちゃんです。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、中川アンナです、はい、声優志望です。よろしく。はい、そうなんです。よろしくお願いいたします、うん、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくっす。はい、よろしくお願いします。今はどんな活動してるんですか。特になんです。あ、そう。特に本当にバイトだけみたいな。あれ、そうだっけ。なんかいろいろやってなかった。去年はでも舞台とか出たりしてて、最近はあの幸子さんと一緒にラブログの方そう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 ぐらいですかね。本当に。そうなんです。あとはレッスン受けたり、うんうん、ちょっとオーディション受けたり、うん、でもほぼバイトみたいな、はい、なんか、うん、なんかあれ、フェイスブックになんか仕事してる。あ、私フェイスブックしてないです。勘違い、勘違い、勘違いか。あ、なるほど、なるほど。申し訳ございません。勘違いですね。ね、人がいっぱいいるのでね、はい、ちょっと誰だかよくわかんなくなっちゃう。人脈が広い。いやいやいや、申し訳ございません。なるほど。え、はい、アンナちゃんは出身はどこなの。愛知県、あの名古屋市です。ほう、はい、そうなの。あの SKE とか、栄とかも、うん、駅で電車で20分ぐらいとかで行けます。へ、うん、名古屋。名古屋です。お、はい、私あの愛知県の一宮市に住んでたんですよ、4年ぐらい。え、長いですね。一宮市でも行ったことなくて、うん、端っこだもんね。あ、そ、そう、名古屋です。あの岐阜、もうほぼ岐阜。岐阜寄りなんですね。そう、川越えたら岐阜なんですよ。へ、一宮市。そう、行ったことあるかも。車で10分も行けば岐阜に入るから。へー、そう、愛知といってもほとんど岐阜みたいな。そうなんですね。いいよ、一宮ね、一宮タワーっていうのがあって、へー、なんか子供がすごい敷地が広くて、うん、子供がいっぱい遊べる感じ。カップルにもいい感じ。イルミネーションとかも綺麗です。そうなんですね。行ってみます、今度帰ったら。行ってみてください、はい、ちょっと遠いけど。そうですね、ちょっと。そんな遠くない。結構30分ぐらい、もっとかかりそうな気がしますね。かかるかな。岐阜寄りですよね。岐阜寄り、岐阜寄り。あ、でも名古屋もまあ上の方っちゃ上の方、うん、30分ぐらいが行けますかね、うん、ちょっと今度実家に帰ったら、じゃあ、はいはい、親と一緒に犬も連れて、うん、犬も連れて、はい、なんかいいと思う。お散歩にすごいいいと思う。あ、本当ですか、うん、どっかに連れて行きたくて、うん、うちあの犬2匹飼ってるんですけど、実家でどっかに連れて行きたくて、うん、遊ばせられると思う、はい、本当ですか、うん、行ってみます。じゃあ、うん、行ってください。ありがとうございます。なんか川とかもあるの、はい、水遊びできるような。本当ですか、うん、絶対行きたい。すごい楽しいですよ。夏行きたいです。はい、え、じゃあそ、実家の方はどんな感じのところ。なんもないですもん。本当に、なんかあの、まあ、その境から20分ぐらいなんですけど、うん、まあ、ちょっと駅周辺は栄えてるかなみたいな、うんうんうん、なんかスーパー、松坂屋ストアとかあったり、サーティワンとかもあるし、うんうん、たこ焼き屋さんとか、うんうん、ミスド、ミスドがなぜか2個あるんですよ。めっちゃ近いところ、50メートルも離れてないところに2軒あってすごい、なんか営業妨害。同じ店で営業妨害。なんか1つはやめちゃやっててみたいな。そうなんです。で、あとマックもあるし、うん、結構あの成城石井もあるし、薬局とかもあるから、でもなんか、まあ、うん、そこそこのなんていうか、東京で言ったら住宅地みたいな。あ、そうだと思います。そんな感じ、はい、うん、じゃあそんなすごいなんかもう交通量多くてなんかビルがいっぱいでみたいな感じでもない。そこまでは栄えてないんですけど、あ、まあそれなりにって感じですかね。うん、うちね、おばが熱田区っていうところに住んでるんですよ。わかりますよ、熱田神宮とか行ってましたもん。
はい、みんな行くよね、お正月とか。熱田神宮で初詣したり、うん、あとお祭り、夏とかお祭りあって、うん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 、行きました行きました、で彼氏と付き合ってて、はいはい、でその行ったんですよ、うんうん、夏祭り一緒に。いいな。そしたら次の日に生まれました。え、なんで？いや、もうなんかもう別れる感じ、もうなんかちょっとドロドロしてて、うん、でなんで一緒に行ったの？なんか仲直りできるかなと思って。あ、行ったら、その熱田祭りはずっと前から一緒に行こうねって話してたんで、うんうんうん、約束だったから一緒に行ったんですけど、うん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 、もう雰囲気ずっと悪くて、辛いね。で次の日に別れの電話が来て、辛いね。はい、そんなエピソードが。私泣きそう今。すいません。つらい。その前からだってさ、うん、彼氏と付き合ってて、付き合ってるから彼氏って言うんだろって。今日別れちゃったんだよね。以前交際してた。はい。そんな夜もありますよね。ありますね。うん、酒飲みか。あの子供の頃とかどんな子供だったの？私すごいあの静かです、うん、あのおとなしい子で、今でも、まあ、割かしおとなしいんですけど、おとなしくって、うん、で人前に出るのも そんな得意じゃないし、みたいな。本当に、へえ、うん、出たらいいのに。いや、うん、そうですね、今、うん、出るようになりましたけど、全然です。今は大丈夫になった？ああ、そうですね、昔よりは。うん、うん、昔よりは。じゃあちょっと前よりなんか自分を出せるようになったっていう感じ。なりましたかね。もっと出せたらいいですけど。頑張ります。どんな風におとなしい子供だったの？おとなしい子でも、うん、人見知りとかもしてて、うん、あんまりあの上の人と話したりとか、うん、友達を作るのも結構難しい子でしたね、うん、私は、うん。なんか怖いって感じ。そうだったんですかね、うん、っていうか一人で遊ぶのが好きで、うん、ずっと家でもシルバニアとかリカちゃん人形とか一人で遊ぶの好きだったんですよ。楽しい。楽しいですよね。今も一人でいるの好きなんですけど、昔は結構家でも、うん、あとはもう結構マザコンだったので、うん、お母さんとか、一人っ子？兄がいるんです。あ、そうなの、はい、いや、そんに言うなよ。確かに、確かに、確かに。え、なんか仲いい、仲いい。あ、でも昔よく喧嘩しました。あの2個上なんですよ、そんなに年が違わなくて、なのであの、うん、昔は本当に喧嘩ばっかしてて、で大きくなってからようやく、まあ、少なくなってきて、で今私は東京に住んでて、兄は名古屋に住んでるので、うんうんうん、たまに会ったら、うん、久しぶり元気みたいなぐらいなんですけど、まあ、昔は本当に喧嘩ばっかしてましたね、うん、へー、うん、殴り合いの？いや、でも結構兄も出してきてたので、うん、私も反抗して、でも負けてましたね。おーおー、私はだからその時にちょっと口が達者になりました、うん、おまあ、ね、女子はね、手がね出ない分ね、分口が達者になるよね。そうなんです、うんうん、そんな子供でしたね、うん、今もあったりするの？お正月とか帰ったりとか。おしょ、あ、でも去年の舞台見に来てくれましたね。お正月、あ、お正月も会いました。いい、うん、今は仲いいと思います、うんうんうん、でも本当会わないですね。優しいお兄ちゃん、はい、あれ性格が、あ、今は、あ、兄に合わない、合わない、合わない、なんで性格の話に気になっちゃった。性格が合わないのかな。性格はでも、うん、本当兄は真面目で、今あの、うん、ずっともちっちゃい頃から料理人になりたいって言って、うん、でその夢を叶えまして、うんうんうん、今すごい名古屋 の, あのホテルで料理店があって、うん、そこで働いてます、料理作ってます、うん、かっこいいじゃん。かっこいい、かっこいい。そうなんです、夢を叶えたので、うん、兄は。だからそこはちょっとなんか、うん、お兄ちゃんも自信ができたのかな。そうですね、でも落ち着いたっていうか、本当に料理が上手で、いいね。私がまだ名古屋にいる時は作ってくれてたんですよ、うんうんうん、で特にあの、うん、今兄は日本料理に住んだんですけど、うん、いいね、お正月のおせちとかいいね。いや、おせちは母が作りました。あ、そうなんだ。お母さん、そこはお母さんか。そこはお母さんが頑張りました。そうですね、ね、日本料理でね、シェフやってるね、お兄ちゃんが作ってくれたらね、すごいよね、うん、今度作ってほしいですね、うん、作ってもらってください。はい、他人事。
いや、私も食べたいけど、さすがに食べたいです。さすがに名古屋遠いからね。ですよね。ちょっとね、はい、クール便で送ってもらうしかない。あ、じゃあ送ってもらおう。送ってもらおう。わかりました。伝えておきます。結構なコストかかるけど。YouTube に証拠残ってるよ。伝えておきます。お願いします。じゃあ、アンナちゃんに今日はあのチキンだった話を肥料してもらいたいんですけど、はい、肥料って言っちゃった。肥料。はい。昔ちょっとだけやんちゃしてた時期がありまして、うん、でその時に、まあ、若気の至りといいますか、あのへそぴを開けたことがありまして、はあ、今はもう閉じてるんですけど、はあはあ、10代の頃ですね。意外だね、ものすごく言われます。うん、うん、昔髪の毛 赤毛とかになってた。茶髪にしたりしてました。刈り上げたりとか。刈り上げはしてないです。刈り上げはさすがに。いや、なんか結構へそぴとかさ、鼻ぴとかする人ってさ、鼻ぴ口ぴとかする人ってさ、なんかもうちょっとあの髪の毛短くて赤でさ、バリバリでみたいな、刈り上げちゃったりしてみたいな。そこまでぶっ飛んではなかった。そこまでだから、あのちょこっと、ほら、もう可愛いもんですよ。可愛いやんちゃしてて、でその友達と病院に開けに行ったんですね。うん、そこは無理地義に友達同士で開けず、おへそなんて、ね、はい、真面目だな。真面目なやんちゃ。で、その友達と開けに行った時に、うん、友達がちょっと怖くなってきたって言って、うん、もう帰ろうかなみたいな、うん、ここまでもあともうちょっと何百メートルで着くよみたいな、うん、ここまで来たんだから行こうよみたいな、うん、で、ちょっと最初私が強気でこう引っ張ってって、うん、でもいざ病院の看板が見えました、うんうん、で、入ります、うん、緊張してきたみたいな、痛いのかなみたいな。わかる。ちょっとチキってきて、うんうんうん、で、受付済ませました、うんうん、もうドキドキですよ、うん、名前呼ばれるの、うん、ドキドキしながら待ってて、うんうんうん、で、ついに名前呼ばれました、うん、で、あ、もうやばい、もうじゃんみたいな、うん、で、入りました。で、うん、寝てくださいとか、うんうんうん、でお腹だからね。そうなんです、で、開けて、で、開けた状態で、うん、じゃあちょっと待っててくださいねみたいな、うんうん、もう先生が来るまで本当ドキドキで、うん、あ、どうしようどうしようどうしようっていうか、開けちゃう開けちゃうみたいな、もう怖くって、うん、で、先生来ました、うん、じゃあ開けますねみたいな、うんうん、ガッシャンみたいな、すっごいなんか大きな、もう大きな音がしてガシャンって、それにびっくりしちゃって放心状態。え、それなんか麻酔とかやるの？多分したと思います。そうなんだ。 しましたしました。で、その大きな音にびっくりしちゃって、うん、放心状態で、うんうんうん、泣いたんだね。泣いてもないです。なんか泣く前とかもそんな時間もなく一瞬で終わって、でもその結構放心状態だったんで、うん、先生に大丈夫って聞かれて、あ、大丈夫ですって言って恐る恐る見たら、うん、なってて。痛かった？その時は痛くなかった気がします。麻酔したって。あ、そっかそっかそっか。ただその大きい音にびっくりして、あと、その麻酔切れてから、でも重いのつけたりとかした時はちょっと痛かったですね、うん、あとうつ伏せに寝たりとかできなかったです、うん、つけっぱなしなんだ。つけっぱです。ずっと耳と違ってずっとつけっぱで、でもやっぱまめに消毒はしなきゃいけないしとか、まめな人じゃないと無理だ、うん、無理ですね。なのでちょっと私はダメでしたね。じゃあ私怖くて耳にも開けたことないんですよ。本当ですね。そう、今可愛いこと言ってる。私結構耳たぶが分厚くてちょっと固めなんですよね。いいじゃないですか。そう、耳じゃん。奥耳いいじゃないですか。だからなんかこれを針が通る気がしない、そのピアサごときで。で、なんか友達がね、高校の時にその友達の友達、同じクラスの子がピアスを開けたらしいんだけど、一回ブチってやったら最後までいかなかったから、もうすごい痛かったのにそのままブチッつって、うん、痛い、やったっていうのを聞いて、はい、もう私はちょっとなんかね、うんうん、普通の耳たぶの人でそれと思って、私分厚いし固めだからちょっと無理じゃないと思って。私も右が含く耳っぽくって、うんうん、左は私結構大きさ違って、うん、右と左で、うんうん、で右がちょっと分厚めで、でもこっちも大きいよ。本当ですか、うん、私これでも耳は5、6回開けてます、うん、へえ、うん、でももう閉じちゃいました。豆じゃないので。5、6個ってこと？あ、
一回開けて閉じちゃって、また開けて閉じちゃって、繰り返して、そうなんだ。で、それで、まあ、回数的に、だから、へそピも含めたら多分6、7、でも、もう今は全然、全部閉じてて。うん、耳でご老化でへそピも含めてって1回しか増えてねえ。増える意味なんかあるの？増える意味なかったね。うん、へえ、なんかあの最近はさ、イヤリングも多くなってきたけど、開けてない人が多いからかしらないけど、ね、多分思うんですよ。あの、うん、今あのバイトがアパレルなんですけど、うんうん、その今私が言ってるブランドも、うん、イヤリング可愛いのめっちゃ増えました。ねえ、うん、私の若い頃なんて本当みんなピアス開けてたからイヤリング若いふりしろよ、若いですよ。若いです、若いです。イヤリングなんか売ってなかったのよ。本当ですか？もうあっても片隅に 2,3 個おばさん用みたいなのがあるだけで、本当になんかね、売ってなかった。アクセサリー屋さんとかに全然売ってなかった。でも私もちょっと前まで、本当私が10代の頃とかは、うん、ピアスばっかだった気がします。なんかイヤリング可愛い、最近だよね。最近で、最近多分増えたんだと思います、うん、ね、開けない人が増えたんだろうね、うん、でまたイヤリングが可愛いのがどんどん増えてきて、うんうん、結構買ってかれる方も多いですね。いいことだ、はい、マグネットとかもあるみたいですね。あ、マグネットってどう？マグネット昔やったことあるんですよ、うん、ピアスに憧れて、でも開けれないから、うんうんうん、マグネット 痛くなります。もう頭痛とかしてきて、あ、そう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 、私も100均のマグネットピアス買ったことあるんですけど、うん、なんか頭が痛くなるんだよね。痛くなりません、うん、時期が来るの。でも時期ってすごい体に良さそうなのにね。でもなんか場所によってなんですかね。痛くなるよね。肩にマグネットはいいみたいな。肩に磁気ピアス。肩に磁気ピアス。頭に近いはよくない。パソコンに貼ってこうね、磁気のピアスを肩に貼ったらいいかもしれないですね。めんどくさい話になっちゃった。ババ臭い話になっちゃった。ババ臭い話。働いてるお店で今人気あるアイテムとか服とかどんな感じなの？なんかでもトレンドがやっぱちょっとちょい店というか、うん、トップスが短めのものとかが多いですね。へーへーへー。なんか背中ががっつり開いてたりとか、やっぱ肌見せが結構今年はトレンドで、まあ、でも今の時期だとさらっとも1枚で着れるワンピースとか、うん、買ってかれる方多いですよ ね、 うん、なんか素材とかはでも、うん、結構様々、本当にテロッとしたものから、うん、それこそサマーニット系のそういうのも売れて、うんうん、本当、うん、幅広く。サマーニット、うん、でももうちょっとしたらもう暑くて着ないですかね、うん、サマーニット新しい感じするね、うん、あんまり流行ってなかった気がする。本当ですか？もう今まで、うん、すごい昔は流行ったけど、すごい昔、若いです、若いですよ。うん、うん、え、お兄ちゃんは何歳なの？どう、うん、それ言ったら自分と縛れる。あ、でもさっき2個差って言ってたけど、あ、そっか、あ、大丈夫ですよ。25です。おお、確か23だ。私今23で、うん、兄は25で、まだ言ってもいい年だね。いつから言っちゃダメなんですかね。え、昭和になったらぐらい。昭和何年生まれ？平成でしょ。お兄ちゃん平成？お兄ちゃんは平成なんですよ。今平成って何歳なんだろう？26。あ、でも、そうなんです、兄が平成元年でギリギリで、うん、今平成26年です。じゃあ言えるよね。何してたか全然覚えてるもんな。26年前。いや、やめとけやめとけ。生まれてない。それはそろそろ終了のお時間で、ね、はい。はい。じゃあなんかあの告知とかあったら。特にないんですけど、はい、早く声の仕事ができるように、うんうんうん、はい、頑張ります。はい。頑張ってください。また、はい、あのラブログにも出てくれると思うんで、ぜひあのブログとチェックして、うん、はい、はい、ください。お願いします。私が手帳を持ってきてないけど明日ラブログです。あのワロップのラブログっていう番組で MC やってます。毎週金曜16時からです。そして22日日曜日が座間市役所、座間市役所の中にある D&C っていうレストランでライブに出演します。それと
23日が、ニコ生を多分2時から5時ぐらいの間でやります。それと その後、オンエア TV っていう、そっちもニコ生なんですけど、ナルトナーレっていう番組、8時からゲストで出演します。あとはブログをチェックしてください。お願いします。お願いします。はい、というわけで今日は中川アンナちゃんがゲストでした。次回ゲストは次回のゲストを紹介してもらってもいいですか。えなかひとみさんです。はい、なんかこの間も出た気がするけど私ひとみちゃんがゲストです。はい、じゃあ、はい、お楽しみに。バイバイ。またバイバイ。バイバイ。また次回。